に抱きかかえられたもんだからびっくりして反射的につい。何でもするから許してね。では早速。恥ずかしいに決まってるでしょ。人に会ったら旦那の趣味だって言うし。ヒヒヒヒヒヒ、ここまで来たら一蓮托生。私だけの恥では済みませんぞ。霧島でちゅ。仕事はすべて終わりましたので、そちらに出来上がった書類を今から持っていきたいのでちゅが、今からよろしいでちゅか。それでは。失礼ちまちゅ。はい、これでちゅ。はい。いいでちゅよ。後で困るのは所長でちゅし。じゃあ、私はこれで上がるでちゅ。失礼しまちゅでちゅ。おやすみ。ここだよ。って寝るんだけど。まさか寝床に行くための通路だよ。ここからじゃないと行けないところなのよ。ヒヒヒヒヒヒ、それは秘密です。それじゃ、おやすみ。所長、どうちまちた？何を言っているのでちゅか。寝ぼけてるのでちゅか。明日も早いのでちゅから、さっさと寝てくだちゃい。寝言は寝てから言ってくだちゃい。ではおやすみなちゃいまち。
誰？私はお前という名前じゃない。名前、そう、知らない。涙。悲しさとか、寂しさとか、でも温かさとか、いろいろ。あっち。右の方から、真っ暗な場所から来た。Thank you.
違う、もう。
はい、わかりました。反省しています。